皆さんこんにちは、こんばんは、にくちゃんでーす。さあ今日なんですけど、テール、こちらをやっていきます。まあ、テールスープとかね、代表されるように、まあ昨今ね、まあ、人気の部位です。まあ、いわゆる牛さんの尻尾の部分ですね。最近もスーパーなどでテール見かけるようになりました。で、今回はその和牛のテール、さあこんな感じですね。牛の尻尾、こう改めて見るとでかいっすよね。こうやって、まあ、スーパーに売っているのはこれをカットしたものが販売されてますけど、まあ、これをね、ちょっと今からやっていこうと思います。まあ、今日のイメージとしましては、テールの焼肉、これね、めちゃくちゃ美味しいんでね。牛の尻尾って一番濃厚な部分なんですよね。ちょっと焼肉の概念を変えちゃうぐらいね、美味しいんで、おすすめしたい商品なんですけど、まあ、何せね、先ほどぐらいの量なので全然取れないんですよ。だから焼肉屋さんでね、テール焼肉あったらね、まああんまり置いてないと思うんですけど、うん、ぜひですね、頼んでみてください。まあそちらと、あとはテールスープ、それとそのテールで作ったほぐし身、これがね、万能でね、もういろいろ使えるんですよね。その3種類をね、今日はやっていきたいと思います。で、あとで、肉ちゃん嫁にね、出演していただけるということなので、ちょっと食べてもらおうかなと思います。それでは早速、行ってみましょう。どうぞさあ、こちらね、どれぐらいの重量かと申しますと、よいしょ。2445g。ずっしりとね、重みがありますけども。で、テールね、くぼんでるところを探して、このような感じ で、だいたいこの長さになっていくんで、まあ、次のくぼみを探して、で、次くぼんでるところを、こんな感じですね。これカットしている時にね、骨に当たりやすいので、まあ、歯がねちょっとボロボロになっちゃうこともあるんで、切れる包丁というよりは、まあ、こういうね専用の包丁があった方がいいと思います。出刃包丁か、まあ、あと家庭用の包丁とかでもね、多分十分切れると思います。全体像です。こんな感じですね。で、こういうアスレチックありそうですけどねで、ここね、血管がね通ってるんですよね。こう骨の周りにね血管があるんですよね。まあ心とか、まあ、小さい部分にね血管があるんで、そこのね、まあ、血が溜まってるんで、ちょっと血抜きをしていきます。だからこういうね、ところがやっぱあとスープ取ったりする時のね、えぐみとかそういうのになっちゃうんで、まあお魚でもそうですよね。血管の中の血を抜きますよね。まあここら辺赤身なんですけど、この辺になってくると霜が降ってくるんですよね。サシがすごく綺麗にね、入ってくる。ここら辺のお肉ね、すごく美味しいですね。うん。なのでちょっとここの2つをね、焼肉カットに。そして、あとをテールスープにして煮込んでいきます。ちょっとね、油の多いとこは少し落とします。まあこんな感じでカットしました。油も結構出るんですよね。ではこれ焼肉にカットしていくんですけど、ちょっとお肉をね取っていきます。こういう感じです。これがね、めっちゃ美味しいんですよ。だからちょっと骨のね、形を大体理解しておかないと、包丁の刃がね、ボロボロになっちゃうんで、まあ気をつけながらカットしていくことが、まあ大事です。ここにね、骨があるんでね、これだけちょっと気をつけて、こうなってるんですよね。
ここら辺がうまいですよ。こういくとすぐ外れますんで、これだけ、これだけ取りました。うん、焼肉カットにしていきます。形整わないところは外しまして、結構ガリッと隠し包丁入れます。余分な筋とかはねこう外して、こんな感じでね、これ油つけてもね、まあ、美味しいんですけど、まあくどすぎず、まあ、適度にはね外していきます。形にならなかならない部分はね全部スープに入れていきます。観音開きして、でガッと、こんな感じですね。これを繊維に逆らってね、そうするとこういう感じで、うん、1枚のお肉になります。刺しがすごい、脂肪腸ね、さっと両面入れます。でこんな感じで焼肉カットでね、しますと、これはめちゃくちゃ美味しいです。まあ、ということでね、これめっちゃ貴重なテールの焼肉です。これはね、なかなか焼肉屋さんに置いてない商品です。もう濃厚なんで、もう塩コショウとかでだけでね、すっごく美味しいです。うん、何にも味付けいらないです。まあ、これはね、後で肉ちゃん嫁にねプレゼントということで食べてもらおうと思います。ちょっとフライパンで焼いてみました。こちらですね、うまっ、濃厚、ジューシー、あー、いつまでも噛んでたい。力抜けそうです、うますぎてなんか脱力が必要な時ねの前にこれ食べると抜けると思います。うまーみたいな、バッターボックス立つ前に食べるともう脱力してね、いいヒットが生まれるかもしれないですねじゃああとこのテールたちでね、ほぐし身とスープ作っていきます。さあ、ではカットしたテールを下処理していきます。この下処理が大事なんですよね。これができてるかできてないかで後々のテールスープのね味が変わってきますので、重要な項目です。では早速やっていきます。テールをですねボウルに入れまして、血抜きをねしていきます。水にさらしながらね、ここで活躍するのがこのピンセット、これがねすごく重要な役割を果たしてくれます。これですね、何をするかと申しますと、ここの血管の中にね血のね塊、血栓があるんですよね。ピンセットでね取り除いていくんですよ。こういう風にね、これをね淡々とやっていきます。はい、この血栓があるとね、お魚でもそうですけど臭みの元になっちゃうんですよね。こういう地味な作業がね、やっぱりこう美味しさにつながるんですよね。これはね、時間をかけてこう取れるんですよね。ギュッて押すとね、結構赤い液体が出てくる。ここがね、血管の通ってるところなので、ほら、こうやってギュッてやるとね赤い血液が出てくるんですよ。これがね、血管なんですよね。血管が流行ってるっていうことになりますんで、そこをね、ピンセットで抜いていくわけですね。さあ、ということで、こちらね、血管全部取り除きましたので、これをね、一晩水につけておきます。ラップをして、冷蔵庫にしまっておきます。
さあ、ということで昨日ですね、一晩お水にね、つけておいたテールを冷蔵庫から取り出しまして、次の工程に移ります。はい、開けていきます。結構真っ赤ですね。さあ、こちらを、再びね、水でちょっと洗いまして、まあ、一晩寝かした、美味しそうなテールですね。じゃあ、ということで今から仕込んでいくんですけど、今日は、まあ、テールスープってね、まあ、根本はね、一緒なんですけど、もうお店さんによってね、全然作り方が違うんですよね。まあ、今日はね、せっかくなので、まあ、じっくりね、時間をかけて、美味しく仕上がるようにね、今日は作っていきます。まずはネギとね、生姜。これでね、下茹でしていきます。まあ、このネギとね、ネギの青、頭ですね。と、まあ、生姜はね、こう、匂い消しのね、代表みたいなもんですからね。で、今からね、下茹でしていきます。さあ、ということで、あ、テールとね、生姜とネギ、これ一緒にね、煮込んで、下茹でしていきます。沸騰するまで待ちます。次にね、もう一個鍋を用意しまして、昆布ね、入れていきます。まあ、水量はね、テールが浸って、ちょっとね、隠れるぐらいの水量ですね。で、昆布だし作っていきます。これでね、一煮立ちさせます。で、沸騰したら、昆布を取り出していきます。まあ、同時進行で、こんな感じですね。じゃ、沸騰してきましたら、中火にしまして、ここから10分ですね、煮込みます。まあ、出たアクとかはね、取りながら。じゃあ、そろそろ10分ですので、はい、野菜をね、引き上げます。このネギも生姜もね、まあ、後で使えますので、取り出して保存しておきます。これでも美味しそうですよね。じゃあ、こちらを、ザルにね、開けて、ちょっと流水で洗い流しますね。余分なアクをね、しっかり抜いて、最終的にはね、綺麗でクリアなスープを作っていきます。で、少しね、余分な油をカットしていきます。まあ、これね、まな板もね、肉用と野菜用とかね、変えた方がいいですね、ちゃんと。少しずつね、余分な油をカットしていきます。まあ、全部きれいに取る必要はないので、ある程度で大丈夫です。はい。じゃあ、そろそろ昆布だしがね、煮立ってきたんで、取り出しまーす。ということで、昆布だしのね、この中に、テールを入れていきます。はい、これぐらいですね。まあ、これで弱火で煮込んでいきます。この他にもね、鶏ガラや牛すじなんかも一緒に煮込むと、うまみが増します。まあ、今回はね、テールだけで作ります。で、さらに玉ねぎとね、人参。人参皮付きのままで大丈夫で、これで一緒に煮込んでいきます。まあ、これね、強火で煮込むと、まあ、濁ったスープができるんですよね。まあ、テールスープの、汁を作る場合は、こう、強火でね、煮立てる場合が多いです。まあ、強火でやるとね、濁りは強くなります。まあ、今回は、クリアな、綺麗なね、上品なスープを作っていくので、まあ、弱火でじっくり煮込んでいきます。今回はですね、5時間煮込んでいきます。今日お店休みで、ちょっと5時半なんですけど、今日ね、実は嫁さんの方の実家の皆さんと旅行にね、出かけておりまして、まあ、私一人でね、こう、休みの日にスープを作っているっていうですね、いや、もう研究しますよ、休みの日でも。ということでね、5時間、10時半までね、待ちたいと思います。火にかけてるんでね、ずっと目が離せないんですよね。5時間あったら何します？一冊本読もうかな。で、このね、スープを作って明日嫁さんにね、テールスープをね、食べてもらおうというような感じです。じゃあ5時間待っていきます。うちの店だと、こう寸胴で作るんですよ。まあ、店舗がたくさんあるんでね、まあ、今回はこれでやってますけど、結構全部作るとものすごいね、迫力あるんですよね。
まあ、たまにね、こうやって出たアクを、まあ、ここでもね、まあ、すくいながら、まあ、アクが出たままね、煮込むと、その嫌な匂いがね、スープについちゃうんで、で、まあ、水分がね、少なくなってきたりしたら、また、お水をね、足したりします。はい、今3時間ぐらいですね。ものすごい、ケールのいい香りが漂っております。さあ、5時間経ちました。コラーゲンたっぷりの濃厚なケールスープ、仕上がりました。では、こちらをザルに開けます。ということで、こちらがスープでございます。途中で味見、いろいろ味見してみてね。あー、すっごいいいコクで、あとはこちらをちょっとね、冷ましてから冷蔵庫に入れて保管しておきます。で、こちらね、身がね、スル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 取れるんですよね、これ。ほら、ほろ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 取れていきます。こんな感じで身が取れます。ゼラチンがすごいんですよね、これ。大体こういう形をね、してるんですよね。こう、ということで、こちらですね、ほぐし身、テールから取れました。コラーゲンたっぷりでも、塩だけでも美味しいです。胡椒でね、味引き締めても美味しいです。これいろんな具材に使えますしね。出来たて食べてみます。塩コショウでね。うまい。うん、5時間かけてね、煮込んだ甲斐ありましたよ。うんまっ。止まらない。ケールスープ、黄金色でね、まばゆいですね。そしてほぐし身、これらが抽出されました。あの骨もね、まあ、引き続きね、スープの具材にね、出汁としても使えるので、まあ明日肉ちゃん嫁にね、提供さしてもらうんで、スープをね、こちらに入れて冷蔵庫でね、保管しておきます。ご家庭でしたら1時間とかね、2時間で大丈夫だと思うんですけど、本当に美味しく仕上げようと思ったら、結構煮込んだ方がクリアでね、コクのある、旨味のあるスープに仕上がりますんで。さあ、一晩寝かしたテールスープを見ていきましょう。こちらです。ちょっと層になってて、上の白っぽい部分がね、油分ですね。これを取り除きます。このように結構ね、油がね、残ってるんですよね。で、その下に、このゼリーみたいね、プルプルしたテールスープが顔を覗かせます。ほんとゼリーみたいですね。こういう感じで。うん。コラーゲンたっぷり。まあ、一応ですね、こちらベースはできました。なので、これからね、このベースをもとに、まあ、和風であれば醤油を加えたりとか、あとは中華風にしたいならね、鶏ガラスープの素を入れてみたりね。まあ、そうやってね、こうアレンジしやすいテールスープに仕上げてあります。で、今回はちょっと醤油などを加えて和風のテールスープを作っていきます。では今からね、今までやってきたものを使用してテールランチを作っていきます。これはね、焼肉屋さんでもね、なかなかこう見ない定食ですので、これをね、今から作っていきます。さあ、ということで、先ほど作ったテールスープとほぐし身と、最初のね、焼肉カットの焼肉とご飯と、まあ、あとね、最初にちょっと取っておいたんですけれども、最初ね、お肉としてね、形にならなかったものをね、さっと煮込みまして、で、ポン酢で、ネギを乗せまして、先ほどのね、これが美味しい、ほぐし身、うん、天秤醤かけて、もうこれでいいです。これでめっちゃ美味しい。あ、先ほど作ったテールスープ、ネギ散らしましたね。軽く最後にブラックペッパー、軽くで大丈夫です。じゃあ、ということで、こんな感じでしてみました。ちょっとね、あのお盆がなかったんでね、もうこの陶器をね、お盆代わりにして、こういう感じでワンプレートで提供させていただこうと思います。では、嫁さんです。今日はよろしくお願いします。今日も、はい、絶品、はい、
肉料理を、作りましたんで、はい、ご紹介していきます。はい、今から持ってきますね。さあ、まずこちらですね。これはテールですね。はい。テールってあんまこういう風になんかあんま見たことない。テールスープとかでしょ。でしかあんま見たことなかったです。これめっちゃ希少な部分なので、焼肉屋さんでもほとんど見ることないと思いますね。これ。そうですよね。初めて見ました。はい。続きまして、あとこちらですか。わあ、すごい。何ですか。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ちょっとお盆がなかったんで、はい、定食風にしてみたんですけど、そう、実はこれ全部テールです。え、全部。はい。美味しそう。これは焼肉屋さんとかでもまあないと思いますね。はい。じゃあこれをやっていきましょうか。はい。すごい、なんか切り方もすごい。まあ、そうっす。何これ、いいですか。ええ、隠し包丁が、隠し包丁を入れてあって、より食べやすくね、してあります。まあこれね、いっぺん食べてみてください。まあ、焼いてる間にこのほぐし身とか、はい、いただいていいですか。ほぐし、ええ、ほぐし身やこのちょっとテールを煮たものですね。はい、こちらからいただいてみます。ええ、テールってこんなんなんだっていうのですね、ちょっとご堪能くださいませ。いただきます。うん、うん、おいしい。柔らかい。柔らかいんですよ。うん、結構脂身もありますね。そうなんですよ。うん、脂身が甘くておいしいね。ポン酢ですか。ポン酢さっぱりしてます。はい、うん、なんかもっと硬いイメージがあったんですけど、うん、テールのお肉って、はいはい、すごいホロホロと柔らかいです。娘が乱入してきました。くれくれ、なんで早いかな、テールはね。うん、テール焼き上がりましたね。焼肉ですごい贅沢。じゃあ味噌だれをたっぷりかけて、はい、いただきます。これは絶品ですね。塩コショウだけでもね、これもう美味しい。うま、ん、みが強いですね。そうなんです。そう、濃厚なんです。うん、すっごい味が濃いです。うん。あ、食感はハラミに近いかな。あ、そうですね。食感は結構しっかりとした、食べ応えがある感じの。うん、うん、でもこれ独特じゃないですか。うん、手になりますね、これ。でしょ。うん、美味しい。本当にうまみが強い。硬いからスープとかでこう煮込んで柔らかくして食べるのかなと思ってたんですけど、はいはいはい。で、事実そうなんですけど、この柔らかい部分だけをこう焼肉カットに熱してあるんです。そうなんですね。柔らかい部分もあるんですね。そう、うーん、ここの焼肉カットのこの部分はね、すごい美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです、うん、柔らかくてね。ちょっとこちらもいただいてみていいですか。はい、これがほぐし身です、ね、ほぐし身。お塩だけですね、味付けが。シンプルに、うん、いただきます。ほろっほろです。口の中に入れたらほどける感じ。うん、うん、お塩よく合いますね。そうなんです。シンプルな 味付けだけでおいまい、美味しい。テールのこの旨味をすごく感じられます。はい、うん、それらをご飯と一緒にね、食べても美味しいですし、テール丼にしてみてもいいですか。それテール丼、ほぐし身丼、贅沢。いただきます。うん、ご飯に合いますね。合うでしょ。美味しい、はい、うん、で焼肉のテールもタレ絡めて、うん、ご飯とよく合いますし、テール尽くし、うん、はい、最高ですね。焼肉の方もご飯と一緒にいっちゃいます。俺ねえ、よく合いますよね。いただきます。うん、ご飯とめちゃくちゃ合います。うん、テールってこんなに美味しいんですね。そうなんですよ。なかなか日の目を浴びることのないテール。なんかテールってあんまメインではないですね。そう、脇役なんですけど。そうですよね。主役もいけるんですよ。主役級の美味しさです、これ。はい、ただ焼肉とかはね、あんまり取れないんで、なんかものすごい実力はあるけど、もう本当に年に1回ぐらいしか試合出れないような選手です。
実力秘めてたんですね。あとはもうずっと脇役みたいな。でそのスープもね、これ渾身のスープですね。はい。美味しい。永遠に飲んでられますね。美味しい。名言が出ました。永遠に飲めるスープ。ずっと飲んでたいです。水筒にあ、いいですね。なるほど。持ち歩きたいですね。いいですね、これ。美味しいですよね、これ。テールと味噌ダレのご飯もね、よく合います。これがうまいんですよね、ご飯とテール。ここにご飯入れてテールクッパみたいにしてもいいですね。あ、そうですね、テールクッパでも。いろいろアレンジできるんですね。焼肉だけじゃなくて、そうなん、煮て焼いてスープにして万能で、おつまみとしてもいいですし、ご飯のおかずとしてもいいですし、こいつだけでもう全部セットができるって、すごい。じゃあまあここで肉大喜利しましょうか。お願いします。じゃあテールとかけまして、はい、大谷翔平ホームラン王かと解きます。その心は濃厚です。思いました。あ、笑ってもらえた。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ、ということで本日もご視聴ありがとうございました。テールスープね、今日の作り方とか参考に、最後の味付けとかはね、お好みで、まあ、アレンジしていただいたりだとか、いろんなねところに活用できたりするのでね、ぜひ試してみてください。ということで、いつもいいね、高評価ありがとうございます。ご視聴もありがとうございます。またリクエストもお待ちしておりますので、どしどしお寄せくださいませ。それではまたお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。バイバイ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 。三重の松坂焼肉ホルモンの店、一生瓶